からこの曲はなんていうか、まあ、しっとりって感じなくてその瞬間世界変わったってちょっとだけこうわかる、ちょっとだけスイングする感じ、変わってるの、変わってる、もう全然変わってる。そう、この間リズムがはちょっとまだあれ作った日だと思うね、作った日だからちゃんとリズム割りしてないけど買ったのね。だって夜の3時に朝コードつけてそのまま設置に行ってここにバンって持ってきちゃったから、まだあの歌詞のリズム割りがちゃんとできてないけど、でもイメージは最初からそういう感じがあって、ちょっとだけこうスイングしていく感じがあって求心力がある感じで持ってきたくて、この間どうだった？渋谷で撮ったんやね。抱きしめたらその瞬間世界変わった、優しくキスをした。全然 OK だね。そこね、私ね、あの自分のイメージね、ほんと8分なんよね。どうかな、ちゃ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 、どうかな。Cメロ、Cのメロがちょっといい歌詞あるけど、君のことまで言ったら思ってるはちょっとなんか変えてもいい。すごいコードになってる。そうでもないか。ちょっとすごいコードでもなってる。なってる。君のこと。入れんかった。思ってる。どうか。普通はこうするっていうのは何のことリズムなのかコードなのか、コード普通、今違うコードついてるってこと、今言ったの普通のっていうのは、1回目私がつけたコード、だから出会ってる、ほとんど一緒なんだけど。待って、代わりにつけたコードは、あれがどう違う、僕らの違いはない。 A フラットにアドラインってやっとるけど、これ C マイナーって一緒なんよね、ほとんど。じゃあ聞いてる感じがこれでなんで私がこの Am9にしたかっていうと、 Am とBm を同時に鳴らしたいのね。それでベース音を動かしたい。あとの音は入れる音はあってもなくてもいいよ。だからこの Am9 使ってる。もともと自分が作ったのはすごい結構シンプルに作ってるので、そこだけすごい音入れたいっていうのがあった。Aフラットを入れたいっていうことは、じゃあ C マイナーね。そうそう、だからそう、それで次の、まあ、Am9 E フラットの次は B フラット7、まあ、7あってもなくてもの音 D にしたんよ。2回目繰り返すから雰囲気変えたいで、まあいうのが思っ
ってなら別にさっきのでも、うん、ちょっと音が明るくなるね、そっちの方が多分。うん、ただそれじゃ、でもその A フラット、A フラットを欲しいよ。A フラットと B フラットが同時に欲しくて、この音なん。ごめん。その、うん、その響きが欲しい。これを B フラットサス4にして。B フラットサス4？どこ？うん。追加記録。2ページの。もう一回。もう一回。だとちょっとだけね、ここで切ない気持ちが音に乗る気がする、この A フラットアドナイン、それが出したかった、その音に。だからこれはもう左このままで。いやでも絶対こう自分がこの歌詞を音にしたいのはこの音って思う。いいでしょこれ。で2番、うん、2番で明るく、そっちだと明るくなるからいいよ、希望的にも。いいよそのままで。うん、逆だとちょっといけんけど、うんうん、1番、うんうん、はい、ここで C マイナー戻してね、うん、ここがちょっと変わってる、そうだね、とか、ね、こだわるほどのことでもないので、ベースが、あーはー、動かしたいわけね、メジャーセブンはね、これこそ、これ顔にかゲーとか言ってから、いや、これは多分ミポリン先生とかも使うと思うね、ほんま、うんうん、普通に、うん、よく使われる、そう多分、あ、私はコード知識ないけど分からんけど、この音的に、うん、ポップス、ね、多分ね、この響きが、うん、私は一生若いばかり聞いとった。やっぱミーシャじゃなくても誰だっけ、今名前出てこないけど、うん、使うね、多分こ今時でもないけど、うん、ポップスでは使うかな、そう、うんうん、なのでおかしく、世界が変わるかな。あ、でも最後に E フラットメジャーセブンに降りるので大丈夫。そう、だけ今の中で変更点は右ページの一番下を A フラットメジャーじゃなくても、またもうシンプルに A フラットメジャーセブンに戻すだけの、 E フラットメジャーセブン、 E フラットに目指すだけのことかな。スタッカートね。
スタッカート結構いいと思うんだけどね、自分的には。いきなり YouTube になった。いきなり全世界に配信したけど。全世界だってそんな誰も見てないって、50人ぐらいしか見てなかったよ。テンポ感が全然違うかもしれない。で待って、なんか自分の作りたい曲と、なんか今だとすごいめちゃゆったり歌う。そうそう、はゆった歌う感じになるから、そうそう、それぐらいいてほしいかな。君を僕は平凡だけど。またやりましょう。あの今日じゃなくて、最後のはさっきのタイミング。一番最後のフレーズはね。それでテンポはそうアップテンポだけど、今のよりちょっとだけ微妙だよね。どれくらいなのか分からんけど、ほんのちょっとだけ落としたい。もうちょっとだけ歌詞がもう少し伝わるテンポにしたい。うん、少しちょっと早くて焦った感じがあるのでしたいかなって感じで。うん、それはなんか全然任せるんだけど、あんまりなんか、うん、音的に合ってないなと思ったのね、うん、この間の時はね、うんうん、なんかただなんかどうかね、なんか全然違う曲吹いてんのかな、うん、いやでもこれに合わせてる、うーんって感じだったから、うんうん、もっとなんか、うん、合うなら合う音で欲しいっていう感じかな、うんうん、まずはね、で作っていくのはまた、それはまた次の段階のことで、うんうん、この音がハマってない感じがしたのよ、うんうん、だから最高もう一回みたいな感じかな。やるならいっそのこと楽譜作っちゃった方がいいかもしれない、うん、いまいちだねって思うけど、どう？メロディーになってないからね、うん、何がいまいちなんかね、多分コードの音を弾いてるだけで、うん、でそれコードの音をつなげて、うん、メロディー的につなげないといけないんだと思うんだけど、なんかでも逆に例えばサックスがメロでチェロはコードだけでも別におかしくない気もする、うん、音的に、うん、だからサックスがコードのその音でいくのはちょっとおかしいかもしれない、うん、なんかハモってないなって感じがする、うん、コードの音なのに、うん、うん、気がする。で例えばレーレーって私が弾くとテーテータラララって入ってとかの方がなんかオブリガートね、オブリガートっていうの、うん、その方が多分曲的にいい気がする、うん、うん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 、うん、ちょっとやるのか。これ間に合わない気がする。2月にはね、うん、うん、いやまあそのチームつってやってもいいかもしれんけど、ちょっと私はうまくできなかったけど、そんなにおかしくない気もする、うん、やっぱり下がしっかりするから割とハマるね、うん、あ今本当に聞いた感じで適当に弾いたから、あそれこそね、それちょっともう一回やってみて、もう一回
かんないけど、私、まあ、なんとかなる。なんか、うん、ちょっと途中でなんか違う音を使ってるのかな。サックスが上から、上からやるよりこっちの方がなんかハマるね。ハマるね。ハマるね。うん。サックスでいるとなんかちょっとこうオブリガート的に間に入れるとか、うん。うん、ちょっとなんか違うかもね。うん、バウリンとサックスだったら合うとかあるかもしれない。チェロの方が音域低いから、うん、やっぱりね、バウリンとサックスじゃやる意味があまりないと思います。言ってるんやね、実はちょっとね。そうなんだ。ファゴットとチェロの曲はあったりするんよ、うん、そう、うんうん、だから絶対合わないってことはないと思うんだけど、ちょっとかなり、ね、工夫しないとかな、研究しないと、うん、まあ来年1年の課題課題かな。まあ、こっちがメロディー、こっち、そっちが下の方が絶対ハマるね。うん、パッとやるならね。うんうん、じゃあまあなんかそれ以外にやってみたい曲。